はい、では今日の聖書勉強会を始めていきたいと思います。まずお祈りして始めていきましょう。お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も与えてくださるこの時間を感謝します。この夜を感謝します。今日もあなたの御言葉を学びます。待ち望みます。主よ、どうぞお語りくださいますように、我々に必要なものとして今日お与えくださいますように、今日も聖霊様の導きによって、我らに、理解する力を与えてくださいますように、何よりもっとイエス様、主よ、あなたと近づく時間となるように祝福し用いてください。イエス様の名前で感謝してお祈りいたします。アーメン。はい、今日はですね、ヨハネの福音書第33回目ということになります。学び B 神の子であるイエスのメッセージと宣教ということですね。で、現在11番やっております。カリオの祭りに現れたイエス様、ヨハネの7章1節から53節までのところになっております。で、まず、で今日はですね、カッコ4番、ユダヤ、このカッコ4番のヨハネ7章の、14節から24節というところを学んでいきたいと思っております。じゃあまずですね、前回の復習ということで確認したいと思うんですけど、まず前回確認をしたことはですね、このイエス様が祭りへと、内密に登って行かれたということでありました。で、おそらくこれは、まあ、この兄弟たちが意図する目的ではなく、カリオの祭りの本来の目的を果たすために、この行くということであると言えるわけです。当時カリオの祭りというのは本来の意図するものとはもう違った姿となってしまっていた。神様が中心に置かれた祭りではなくて、人々のさまざまな欲を満たすために祭りが用いられているという状況にあったわけなんですね。で、イエス様はそのような当時の意図していたこのカリオの祭りというものとはしっかりと線を引くということですね。兄弟たちに勧められてでもなく、兄弟たちの意見に沿ってではなく、カリオの祭りの本来の目的に沿ってイエス様は参加をされるということでありました。で、今日の御言葉の14節からですね、この祭りの中でメッセージを語られる、このイエス様の姿を見ることができるんですね。人々の目を本来の祭りの目的である神様に向けさせていくということですね。はい、またもう一つ確認をしたことは、祭りの中でイエス様に対するひそひそ話が行われていたということでした。その中で人々の意見が2つに分かれていたということですね。ある人々は良い人だ、イエス様に対して良い人だと考え、またある人々は、イエス様に対して彼は民を惑わしている、まあ、そう考えていたということですね。まあ、このように彼らの目の前に、イエス様が直接現れても、多くの人はイエス様を神の子救い主として認め受け入れることはできなかったということです。奇跡を見てもイエス様が語る教えを聞いても、イエス様に触れることがあっても、多くの人はイエス様がわからないということでした。で、実はこれは何も不思議なことではなくてですね、ある意味当然のことなのかもしれません。逆にこれを信じる、このお方を信じることができるということの方が、一般的には不思議なことであると言えるわけです。どうして今から2000年前以上に生きた人物を直接見てもいないし、聞いてもいないし、体験もしていない人物を私たちが今現在信じることができているのかということですね。この方がもう奇跡であるし、もっと言えばこれこそ本当に神様の恵み以外の何者ではないということですね。私たちがイエス様を信じる者として生きていること自体がすでに神の奇跡であるということができるのです。はい、じゃあ今日からここから今日の学びに入っていきたいと思いますね。今日の学び括弧4番、まず確認することはユダヤ人たちのイエス殺害計画ということですね。で、今日はヨハネの7章14節から24節を読んでいきたいと思います。じゃあ読んでみましょう。ヨハネの7章14節から24節まで読んでいきます。しかし祭りもすでに中頃になった時、イエスは宮に登って教え始められた。ユダヤ人たちは驚いていった。この人は正規に学んだことがないのにどうして学問があるのか。そこでイエスは彼らに答えて言われた。私の教えは私のものではなく、私を使わした方のものです。
誰でも神の御心を行おうと願うなら、その人にはこの教えが神から出たものか、私が自分から語っているのかが分かります。自分から語る者は自分の栄光を求めます。しかし自分を使わした方の栄光を求める者は真実であり、その人には不正がありません。モーセがあなた方に律法を与えたではありませんか。それなのにあなた方は誰も律法を守っていません。あなた方はなぜ私を殺そうとするのですか。群衆は答えた。あなたは悪霊に疲れています。誰があなたを殺そうとしているのですか。イエスは彼らに答えて言われた。私は一つの技をしました。それであなた方は皆驚いています。モーセはこのためにあなた方に割礼を与えました。ただしそれはモーセから始まったのではなく、父祖たちからです。それであなた方は安息日にも人に割礼を施しています。もし人がモーセの律法が破られないようにと安息日にも割礼を受けるのなら、私が安息日に人の全身を健やかにしたからといって、なんで私に腹を立てるのですか。上目によって人を裁かないで、正しい裁きをしなさい。はい、まず、今日の聖書箇所で分かることはですね、まあ、イエス様がこのユダヤ人たちから殺されそうとしていたという、まあ、そういうイエス殺害計画というものがあったということはですね、まあ、そのことを19節の今日の今読んだ19節でイエス様がはっきりと語っているわけです。あなた方もなぜ私を殺そうとするのですかということですね。はい、ユダヤ人たちの中でイエス様に対するこの殺害計画がなされていたということ。ではなぜこのようなことになってしまったのか。もちろん多くの出来事が積み重なった上で最終的にこのイエスを殺害しなきゃならないということに至るのでありますけども、しかしそれを決定づける出来事があって、それがこのヨハネ5章で起こった出来事であったんですね。ヨハネ5章で起こったこと、それは安息日に行われた病の癒しでありました。38年間病に伏していたこのかわいそうな一人の人物をイエス様が癒されたということ。しかし問題はそれが安息日に行われたということですね。安息日にそれをされたということをユダヤ人たちは問題とするわけです。彼らの持っている律法の解釈によるならば、安息日に病の癒しをするということは安息日律法に違反することだと。つまりそれは労働になるということだったんですね。それに対してイエス様はこの彼らのこの間違った考え、間違った解釈、まあ、指摘するわけですね。何よりもイエス様の行われることのすべて、またイエス様が語られることのすべて、それは天の父なる神様によって与えられているものであるんだということ。つまりイエス様は自分と父なる神は一つであるということを語っているわけなんですね。それに対してユダヤ人たちは腹を立てるということでした。一つ聖書読んでみましょう。ヨハネの5章16節から18節読んでますね。ヨハネの5章の16節から18節を読んでみたいと思います。このためユダヤ人たちはイエスを迫害した。イエスが安息日にこのようなことをしておられたからである。イエスは彼らに答えられた。私の父は今に至るまで働いておられます。ですから私も働いているのです。このためユダヤ人たちはますますイエスを殺そうとするようになった。イエスが安息日を破っておられただけでなく、ご自身を神と等しくして神を自分の父と呼んでおられたからである。はい、16節を見れば、このユダヤ人たちはイエスを迫害したということですね。なぜならばこのイエスが安息日に病の癒しという、このユダヤ人の持っている律法からするならば違反を犯したからだということですね。律法を犯してしまった、労働した、安息日は労働してはならないという律法を破ったからだということですね。でまた続けて17節を見ればイエス様が今度はこう言われるわけです。私の父は今に至るまで働いておられます。ですから私も働いていると、まあ、つまりこれは病で伏しているものをそれが安息日だからという理由で癒さないということをするならば、それは神の御心に反することだということですね。父なる神の働き、御心は病で伏しているもの、それが安息日であったとしても癒すこと、その人を癒すこと、それが父の御心であり、だから私はそれを実行したということですね。イエス様はここではっきりと父なる神様とご自分が
一つであることを語られるということです。するとユダヤ人たちはそれに腹を立て、イエスをますます殺そうとするようになったというふうに、まあ、聖書に書いているわけですね。イエスが安息日を破っておられただけ だけではなくて、ご自分を神と等しくする、しかも神を自分の父だなんてとんでもないということですね。故にユダヤ人たちはイエスをますます殺そうとすることになったと書かれてあるんです。しかし彼らのその思いは間違ったものでしたね。彼らがイエス様を殺害しようとするその判断基準は全く理にかなっていないものであった、無理があったということですね。まあ、そのことを今日の聖書箇所でイエス様が語っているわけなんですけども、今日はこの内容をもう一度確認をしていきたいと思っているのです。はい、じゃあ続いて括弧5番いきましょう。括弧5番、イエスの言葉や行動を理解できない人々、理解できない人々。はい、今日の御言葉の中身にここから入っていきますね。今日の聖書の14節と15節だけもう一度読んでみますね。14節15節、しかし祭りもすでに中頃になった時、イエスは宮に登って教え始められた。ユダヤ人たちは驚いていた。この人は正規に学んだことがないのにどうして学問があるのか。はい、祭りの中頃になった時、イエスが宮に登って教え始められた。まあ、聖書の教えですね。神様の御心をメッセージするということですね。で、15節を見ればそれを聞いたユダヤ人たちは驚いたとあります。なぜならばイエス様って正規に学んだことないのになんで、こんなに、すごい、教えを語ることができるんだろう。その教えが本当に素晴らしいものだったから、学問を学んでいるもののようにイエス様が語っていたということですね。で、ここでこの正規に学んでいないというふうに書いてますけども、まあ、これはこのユダヤ人の中の、このラビという立場にいる、まあ、今で言えば、まあ、牧師さんみたいな感じでしょうかね、まあ、霊的指導者という立ち位置に立っているこのラビとしての専門教育を受けていないということですね。正規に学んだことないというのはラビとしての教育を受けていないということですね。まあ、今の私たちで言えば神学校に行っていない、それなのに聖書をもう専門的に学んでいる聖書学者のように語っているということですね。はい、イエス様は確かに専門教育機関では学んでいません。しかしイエス様の言葉には権威があった、力があった、専門家よりも専門的なものであったということですね。真理の中の真理が語られている、それは当然です。イエス様が神様だからですね。イエス様は神様と一つであるからですよね。はい、ここで一つ聖書を確認します。ヨハネ1章1節ですね。ヨハネの1章1節、ヨハネの福音書1章1節に絵を読んでみたいと思いますね。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。イエス様がここで言葉として表現されている。つまりこれは神様の言葉としてイエス様が表されているということですね。イエス様とは神様の言葉なんだって、神様の言葉が形となって現れたのがイエス・キリストなんだと。だからイエス様の言葉には力がある、イエス様が語ればその通りになる、イエス様の言葉には権威がある、それは神の言葉だからだということですね。今日の聖書の16節もう一度読んでみたいと思いますね。今日の聖書に戻って7章の16節、そこでイエスは彼らに答えて言われた。私の教えは私のものではなく私を使わした方のものです。はい、ここを見ればイエス様の教えを聞いて驚いているユダヤ人たちに対して、まあ、イエス様がこう言われるわけですね。私の教えは私のものではない、私の教えは私を使わした方のものである。私を使わした方というのは天におられる父なる神様。そうです、イエス様というのは天の父なる神様によって神様の言葉としてこの世に使わされたお方である。神様はイエス様を通してご自身の栄光を表すんだということ、
イエス様を通して神様が語られる。つまりイエス様が行っていること、イエス様が語っていること、それは父なる神様の御心であり、また父なる神様の御言葉であるということですね。イエス様と父なる神様は一つだ。しかし問題は、誰もがそれを理解することではないということですね。いくらイエス様がそう語って教えていても、つまりこの父なる神様の御心を行って、父なる神様の御言葉をいくら何度も繰り返してイエス様が語っていても、イエス様と神様が一つであるということが語られていても、それを理解できない人々がいるということです。それを受け入れることができない人々がいるということですね。今日の聖書の17節18節読みます。今日の聖書の17節18節、誰でも神の御心を行おうと願うなら、その人にはこの教えが神から出たものか、私が自分から語っているのかが分かります。自分から語る者は自分の栄光を求めます。しかし自分を使わした方の栄光を求める者は真実であり、その人には不正がありません。はい、ここを見れば、誰がイエス様の教えを受け入れることができるのかって。イエス様の教えがどこから出ているものであるのかを、それを理解できるものって誰なのかって。まあ、そのことが語られているんですね。誰なのか。誰でしょう。神の御心を行うものだと言ってる。神の御心を行おうと願うならば、その人はイエス様の教えが神様から出ているものであるということが分かるようになるよということですね。はい。どうしてユダヤ人たちはイエス様について分からなかったんでしょうか。それは彼らが本当の意味で神様の御心を求める人々ではなかったからです。表向きには宗教指導者として神様の御心を求め、神様の御心を語っている、そういう人々のように見えるわけです。しかし実際のところはそうではなかった。18節をもう一度見れば、この自分から語るものは自分の栄光を求めるというふうに書かれていますけども、実はユダヤ人たち、この宗教指導者たちは神様の栄光を求めると言いながら、実は自分たちの栄光を求める人々であったということですね。表向きには立派に神の人として生きているようでした。しかしその彼らの内側をじっくりと観察するならば、彼らは自分たちの栄光を求める人々であった。自分たちが注目されるように、自分たちが称賛されるように、自分たちが立派であるようにと思われるようにということですね。彼らの中心には神様ではなく常に自分がいた。しかしそれとは反対に、イエス様の中心には常に神様がいた。イエス様の教えは神様の栄光を表す教え、イエス様の行動は神様の栄光を表す行動であった。その中心にはいつも神様がいたんですね。ところが当時のユダヤ人の宗教指導者たちはそうではなかったのです。その中心にはいつも自分がいた。自分に思いを向けていくなら、自分をその中心に置くなら、自分のことばかりを考えて生きるということならば、その結果神様がわからない、イエス様のことが理解できないということ起こるんです。自分の考えていることに合っているならば神様を理解する。まあ、当時のユダヤ人たちは自分たちが考えている安息日律法に背くイエス様のことを理解できなかったんです。彼らは神様の御心を追い求める人々であったにもかかわらずに、神様の御心として来られたイエス様がわからないということですね。つまり彼らは本当の意味で神様の栄光を求めることではなかったんです。自分を神様よりももっと上に置くということだったんです。自分の栄光を求める。だからイエス様のことがわからないんですね。私たちイエス様を信じる者はどのようなものであるということでしょう。それは自分を神様の御心に合わせていくということです。自分の考えに神様を合わさせることではない。自分の考えと合わないからといって神様の御心を無視してはならないんだ。自分の論理に合わないからといって神様の御言葉に背を向けてはならないんだ。当時のユダヤ人たちは自分の考えに合わないイエス様を受け入れないんです。自分たちの意見に合わせようとしないこのイエスを
憎らしく思い迫害を加え最終的には殺害までしてしまうということだったんですね。本当にこの自分を中心に考えることの恐ろしさを見ます。自分の考えが正しいとする、それは本当に恐ろしいことなんだ、恐ろしい結果を招くんだということをここで見るわけです。私たちは自分を下ろして神様の御心を求める人にならなければなりません。自分の思いを神様に合わせていくという、そういう人になっていかなければなりませんね。これがまあクリスチャンとして生きていくということでありますよね。一つ聖書を読みましょう。箴言の一章33節です。箴言の一章33節、はい、箴言の一章33節です。しかし私に聞き従う者は安全に住まい、災いを恐れることもなく安らかである、はい、自分の思いを神様に合わせていく、神様の御声を聞いて神様の御心を求めて生きる、その人は安心であり安全な人生日々を生きることができるようになる、今より常しえまでそれが可能であるという約束であります。はい、じゃあ続いて括弧6番いきましょう。理にかなっていない裁きの基準ということですね。括弧6番、理にかなっていない裁きの基準。はい、今日の聖書ヨハネ7章に戻りまして、19節を読んでますね。19節、モーセがあなた方に律法を与えたではありませんか。それなのにあなた方は誰も律法を守っていません。あなた方はなぜ私を殺そうとするのですか。はい、モーセの律法が、このユダヤ人たちに与えられている、まあ、このことを教えているわけですね。しかし問題は律法を持っているのに誰も律法を守っていないじゃないかということですね。まあ、彼らはイエス様に対して安息日律法を破ったじゃないかと言いながら、まあ、イエス様を迫害するわけです。しかしそのようにイエス様を裁いているユダヤ人たちこそ律法を誰も守っていないではないかというイエス様の指摘でありました。律法について知っていても、律法について語っていても、ただそれは知っているだけ、またそれはただ語っているだけであって、行いは何も伴っていない、誰も守っていないではないかということですね。それにもかかわらずになぜ安息日の律法を破ったと言って私を迫害しようとしているのかということですね。もう全く理にかなっていない、言っていることやっていることに隔たりがあるということですね。もし私を律法によって責めるということならば、あなた方も律法によって責められなきゃならないということであります。はい、20節を見ましょう。群衆は答えた、あなたは悪霊に疲れています、誰があなたを殺そうとしているのですか。はい、ここを見ればこの自分たちユダヤ人たち、自分たちの考えに合わないこのイエス様に対して、悪霊に疲れているというわけですね。自分たちの意見に合わない人を悪霊呼ばわりする、悪霊のせいにするということです。はい、私たちは何でもかんでも悪霊のせいにしてはなりませんね。また続けてこのまた誰があなたを殺そうとしているんですかというふうに語られていますけれども、まあ、イエス様に対する殺害計画なんてないかのようにここで語るということですね。でこれは真実ではありません、偽りです。彼らの中には間違いなくイエス様に対する殺害計画はあったのです。はい、21節読んでますね。21節、イエスは彼らに答えて言われた、私は一つの技をしました、それであなた方は皆驚いています。はい、イエス様が一つの技をしてそれを見てあなた方は驚いている、まあ、すなわちこういう議論になっているということですね。でこの一つの技というのは何かというと、先ほど言ったこのヨハネ5章で起こった、38年病に伏していたものの癒しの出来事ですね。まあ、それが安息日に行われたということでこう問題になっているということなんです。はい、22節23節読んでますね。22節23節、モーセはこのために
あなた方に割礼を与えました。ただしそれはモーセから始まったのではなく祖たちからです。それであなた方は安息日にも人に割礼を施しています。もし人がモーセの律法が破られないようにと安息日にも割礼を受けるのなら、私が安息日に人の全身を健やかにしたからといって、なんで私に腹を立てるのですか。はい、まあ、ここで言われていることは、この、彼らこのユダヤ人たちが律法を守るために、それが安息日であっても割礼を与えていたということですね。割礼の儀式は安息日であっても行われていた。それなのにイエス様が一人の人物を癒し、その人物を健やかにする、その働きは罪だと言って迫害されるということですね。はい、24節、上辺によって人を裁かないで正しい裁きをしなさい。はい、イエス様がこう言われたわけですね。つまりこのイエス様に対する裁きというものは全く理にかなっていない。彼らは、ユダヤ人たちは自分たちでも負えない荷物をここでイエス様に背負わせているわけですね。自分たちにも全うできない要求をイエス様に対して突きつけているということですね。また彼らは安息日であっても割礼を施していたのに、イエス様の癒しについてはそれは罪だと言ってこの迫害するということですね。その基準は何なのかという、まあ、イエス様の指摘ですね。はい、ここで最後に私たち今日考えることは何でしょうね。私たちはイエス様を信じる者として神様の御心が何か、それを真実に追い求めて生きるものであるのかどうかということであります。彼らも神様の御心とか神様の律法とか神様への信仰とか、まあ、ユダヤ人たち彼らも語っていたわけですよね。しかしそれは全く偽りのものと変えられてしまっていた。神様が中心ではなく、もう自分たちが律法の中心に立っていた。だから神様の御心を語るイエス様と敵対するしかなかったんですよね。敵対する関係になるしかなかったんですよね。はい、私たちが気をつけるべきことは、教会の中でも神様中心ではなく牧師の思いとか信徒さん誰かの思いとかが中心に置かれてしまうということが、起こってしまうことがあるんだよということですね。イエス様が中心に立つのではなく、この世の価値観、この世の常識に流されてしまうことが起こるということ、神の国の文化ではなくこの世的な文化に影響されてしまうということ、その結果真理が見えなくなってしまう、間違ったものを追い求めるようになってしまうということですね。はい、私たちは自分の思いと神様の思いは違うということを認めなければなりません。自分の計画と神様の計画は違うんだということを謙遜に受け入れていかなければなりません。私たちはどんな時でも神様の御心に自分を合わせていく、このことを願うのです。私の願いに神様を合わさせることではなく、神様の思いに私を合わせていくことを追い求めていくことです。そうするならば、たとえ自分の考えと合わない状況に置かれたとしても、それを感謝して受け入れることができるようになるでしょうね。たとえ自分のビジョンと違ったとしても、それを喜んで認めて、受け入れていくことができるでしょうね。一つだけ確かなことは、私の考えよりも神様の考えの方がもっと優れている。私の計画よりも神様の計画の方がもっと良い結果となるということであります。しかし当時のユダヤ人たちはもうその秩序を完全に覆し、自分たちの考え、自分たちの思い、自分がその中心に立つという考えの中で生きていた。だからイエス様、神の送られた一人子イエス様ともう対立するしかなかったということですね。イエス様のことを神の子として見ることできなくなっていたということであります。はい、最後に一つ御言葉を読んで終わりにいたしましょう。エレミア書の29章11節を読んで終わりたいと思います。エレミア書29章11節、
私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の御告げ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。アメン。神様の持っている私たちに対する計画は良い計画なんですね。災いではない、将来がある、希望があると教えてくださっているのです。だから私たちはその神様が持っておられる計画を信じましょう。今がもしかしたら私の願った通りではないという、そういう道のように思えるかもしれない。だけども神様を信頼しましょう。私が考えて右だと思うんだけど、神様はなぜか私を左に導くってね。左に行ったらダメだと考えていたのに、神様は左へと導くってね。そういうことって私たちの人生の中にも多々あるわけなんですね。その時に私の考えを中心にしているならば、私という考えの中で生きているならば、その神様の導きを受け入れることできないし、逆にそれが感謝ではなく不平不満になるし、否定的な思い、不信仰に陥ってしまうということになるでしょうね。私の願う道でなかったとしても、私たちは神様に信頼しますと言ってハレルヤと賛美しながら歩んでまいりましょう。委ねていきましょう。その違う状況に置かれている中でも神様を見上げ期待して歩んでまいりましょう。私の信仰生活の中心がいつも何であるのか、いつの間にかその神様が座る位置に私が座っている、まあ、なんかこのすり替えられてしまっていることはないだろうか。神様の御心ではなく、もうこの世的な価値観にとらわれてしまって判断して生きていることではないだろうか。今日このユダヤ人たちの宗教指導者たちの姿を見ながら、まあ、そんなことを考えさせられるのであります。最後までイエス様について行き、イエス様を追い求め、イエス様と一緒に生きる、そういう信仰者でありたい、そう願っているのであります。お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、感謝いたします。今日も与えてくださいましたこの学びの時間を心から感謝いたします。このユダヤ人たちの間違った信仰者としての姿を見ながら、私たちの信仰者としての姿はどうだろうか、本当に、考えさせられます。私たちも気づけば神様よりももっと大事なものをその中心に置いてしまっていることがあるかもしれません。どうぞ今日もしそういうことがあるならば、その場所に神様をもう一度置くことができる、神様を中心、神様の御心を追い求め、神様の導きを追い求め、神様の計画に信頼して歩むことのできる信仰者であるように、どうぞ私たちをその場所へと引き戻してくださいますようにお願いを申し上げます。すべてを主よ、あなたの御手に委ねます。また明日から新しく信仰者としての歩みを行っていくことができますように。ハレルヤ。今日の御言葉に感謝して、尊き主イエス・キリストのお名前によってお祈り申し上げます。アーメン。はい、今日の学びは以上となっております。ではまた、来週よろしくお願いいたします。ハレルヤ。感謝します。お疲れ様でした。